なくていい、そんなの、うん、ゼロワンにお願いがある。ウユちゃん最近ねゼロレス定着して何でも言うこと聞くよ。言ってごらん。うん、ウユちゃんの言うことは聞くよ。キラコメもいっぱい打ってくれるし、さっきも言ってたね、いつ見てもイケメンって、うん、カレンちょうだい。ウユちゃんに聞いてるよ、ウユちゃんに、うん、ウユいらっしゃいって言ってほしい。あのさ、そんなことをいちいち言わないでほしい。うん、心で思ってるから、気分で言ったりしてるからね、うん、で気分でコメントも読むんで、あまりカマチョはやめてほしい。いい、うん、母の日なんかやらないの？まあ今病院に入院してて、入院っていうか病院で保護されてる、うん、ちょっと悩ましくてその話したんだけどね、うん、おかえりいらっしゃい、うん、おかえりが大阪にいるからアピールがすごい。どうしよう、乳首引っ張ってやろうかな、うん、引っ張ってほしいの、うん、ちくゆりさん、うん、メガホンいらないの。いつメガホン祭り？リスナーさん、これはっきり言うよ。でもこれが現実だからゼロワンさんの時代終わりました。マンスリー225位ね。で絡み酒まゆちゃん、こう新型ルーキーが出てきちゃってるから。で3位はさくらちゃんね。もう僕の時代は終わりました。はい、なんでメガホンは貯めといてください。でもね、約5ヶ月すごかったんじゃない？みんな大活躍いやすごかったよ、うん、で俺もねプレッシャーから解放されてるから、みんなもねちょっと息抜きしてね、うん、あ、やっと貯めれた。で次戦う時に貯めといてよ、うん、殿堂入りすごかったでしょ、うん、でナイスとねマンスリー両立してたしね。まあ見てくださいよ、うん、でいけたっつうか、結局やっぱね続かない、ボロボロになっちゃうね、うん、でこんな感じじゃなかったと思うよ、うん、で常にナイス意識してたしね。だ最近だったら自分が配信しなくてもいいじゃんね。だって変な話ね、自分がやっぱなんかやってると気になってさ、なかなかなんかできないよね、うん、なかなか、うん、まあだからでもね、そんな落ちたくないから来月はねちょっと頑張ります。もう今月はいいんじゃない？うん、今月は何も気にせず、ナイスもイベントも気にせずね、普通に配信やればいいんじゃない？うん、今月イベント、まあ、出ない方がいいね、中途半端に出るよりは。で来月頭から出たらいいんじゃないですか？うん、そっちの方がいいと思う。アイテムいらないよ。いらないよ。うん、行ってみたいわ、こんなこと。うん、アイテムいらない。来てくれるだけでいい。で、将来的にはそういう配信者になりたい。うん、いらない。投げなくていい。嬉しいけどね、投げてくれたら。うん、いや、今月休む。うん。休みな。うん。そういう月も作らないと。うん、メリハリ大事だから。メリハリ。だってアイテムいらないって俺結構普段から言ってるよ。聞いてないみんな。うん。なんか嘘ついてるよ。いやそりゃさ、急にねマンスリー上位になったらそれは出るけど、ならないでしょ、さすがに。さすがにね。ただ豚さんがやっぱすごいから多分ね、このマンスリーが伸びやすくなるんじゃない？この酒飲みまゆちゃんが1位じゃん。1000万ポイント超えてるでしょ。あの新しいアイテムのおかげだと思うよ。多分20倍出まくってるんだよ。うん、おそらく。違うかな。うん。そんなこと言わずに、いや、いらない、本当に。本当に大丈夫。うん。いいの？まーちゃん。ありがとうね。うん、だったらジャックポット当ててほしい。ジャックポット。長いわ、もう。さっきの話の続きなんですが、私より01に、投げてる、毎月10万から16万投げてるって言ってきて、毎回マンスリーに入ってるって私に言ってくること、こうちゃん心当たりある。要はこれ分かんないでしょ。ガーコちゃんの枠に10万から16万投げる01のフォロワーランキング、自称フォロワーランキング上位っていう人が来るってことでしょ、うん、それどういうことって知らねえよ。そういうことでしょ、ガーコちゃん。うんで、ガーコちゃんも結構課金上位じゃん。だからそうやって言ってくるんでしょ、ガーコちゃんに。おそらく。言うならガーコちゃん結構すごいからね。ガーコちゃんがだって先月4位だからね。4月4位。ガコちゃんすごくない？ 3 月8位。3月8位でしょ？2月18位とかね。まあだからまあ最近すごいんですよ、ガコちゃん。多分ざっと、もう100万円近くは俺に貢いでる気がする。俺にね、使ってくれてる。全部トータルしてね、おそらく、でガーコちゃんクラスが20人ぐらいいるから、それと思うとすごいでしょ、同じぐらいの人がね。だから強いんだよ、うちは。その代わり、チコちゃんいなくなりました。何？チコちゃんがアカウント消したってこと？ね、さ、すごいなと思うのがさ、これアンチかね、俺のリスナーか。あ、まみちゃんおはよう。ありがとう。いちいち調べるの、うちのリスナーさんを。アカウント調べたり。なんで知ってるんだろうね。うん。でね、ふわっちがあるあるは、俺は爆投げ師がいない、私が爆投げ師がいない、私ダメなんだって、それがまず間違ってるんだよ。うん、そんなの運じゃん。だってどんなリスナーさんってリスナーさんじゃん。でもふわっちやってるとアイテム私はすごい投げられないとかね、それで悲観的に考えて配信壊しちゃうの自分で。ダメだよそれ。そんなリスナーに変わらないよ。静香ちゃんもそうでしょ。そのリスナーイコールアイテム投げると思ってるでしょ。そんなことないよ。その考え方はね、続かないし、そういう考え方でやってるとつかないんで、投げ師さんが。あんま教えたくないけどね。そういう人はね、自爆したらいいなと思ってるけど、だってそもそもそうじゃん。リスナーさんが流れてくるのって、もともとそこの枠にリスナーとのこの会話とかもそう、やり取りを見て、ああちょっとコメントしてみようかなってなるわけでしょ。だってさ、そこの今いるリスナーに不満ばっか言ってるやつのリスナーになるわけないじゃん。そうでしょ。この人応援しようって ならないじゃん。あ、金の花ピチャリアンス。誰が不満言ってるとこを応援するのに。嫌だよね、そんな配信者。で、ふわっちってね、リスナーを大切にできない配信者多いから、もうね、宙ぶらりんになるんだよ、リスナーが。どうしても。リスナーを大切にしないとか、あとね、急に配信をサボるとか、急に配信しなくなるんだよ。何こいつってなるじゃん。もうやめてやろうって。で、急に女作ってのろけるとか、多々多いから。そうなった時に他の枠見るんだよ。言うならこの枠すら見てるから、だからいかに今来てるリスナーさんを大切にできるか、こう大切にするって難しくてね、神対応するってわけじゃないんだよ。だから俺みたいにね、どんなコメントも受け止めるとかね、これも優しさだよね。で、ガーコちゃんみたいな人もちゃんと向き合うとかね、そういうの見てくれてるから。で、あとやっぱ謝罪も大事。リスナーさんちょっとお休みいただいてました、すいませんでした。プライドが高いやつってリスナーさんに頭下げれないんだよ。俺はね、リスナーさん、まあ対等だと思ってるけど、まあリスナーの方が上だと思ってるから全然頭下げれる、俺はね。あ、マンスあります、すいません。もう大丈夫だよ。みんなの居場所を奪ったりしないで、リアルにやっぱ居場所はなかった、だから帰ってきた。でもこれは言っとく。いつかリアルに居場所見つけたらバイバイするかも。そんな日が来るか分かんないけどね。現状リアルに居場所はない。あ、まーちゃんありがとう。ありがとうね。すごいアイテムくれるわ。いや、連絡来なかったのっていうか、もう俺がいいよね。心が壊れちゃうよ、俺が。リスナー置いてきぼりに、まあ来ないと思うけどね。大丈夫だと思うけど。みんなってリアル居場所あるのいいね、さぞかし居場所があって。俺は居場所ないかな、本当に。まあでもあるっちゃあるけどね、うん、マリオとずっといたりとかね、うん、でマリオとゲーセン行ったりとかしてた、うん、髪の毛セット自分でするよ、自分で、うん、インカジだろ、どういうことやねんインカジって。いや恋愛依存はもう治ってる、別に恋愛なんかしなくてもいいよ俺は、うん、恋愛なんかしなくても。ちょっと寝ようかな、寝てなくて。あまり無理しないでね。なんでこんなアイテム飛ぶんだろう、マジで嬉しいわ、うん、ちょっとまたみんな養ってね、俺も生きていかなきゃいけないから。だってさ、俺金かかるけどみんないるじゃんね、まみちゃんね、みんなでアイテム投げれば大したことないよ、一緒養ってよ、うん、5や48ひどいよ、どれ548何、おかえり気持ち悪い、あ、そういうこと。じゃあおかえりちゃんに嫉妬してるからおかえりちゃんに会うわ、うん、そいつに見せつけてやろう。子供と動物園だからラストでごめん、ラストですごめんね、うん、ありがとうねまみちゃん、うん、子供と動物園、うん、まあママなんだ、うん、でもギリギリまでいてほしい、寂しい、うん、子供より俺にお金使ってほしい、うん、ツナおめでとう。少しはね、なんつうのかな、惨めじゃなくてマウント取ってやれよ、いつも負け犬ばっかり。おめでとう。うん。これでいい。で、誕生日ぐらいおめでとうって言ってあげなよ、みんな。誕生日でしょ。うん、おめでとう言ってあげて、ほら、うん、誕生日ぐらい、うん、ちょっと言いに行ってあげなよ、うん、うん、ハッピーバースデー言いに行ってあげなよ、うん、ここで言うんじゃなくてね、うん、まあ無理な人はねしょうがないけどね、うん、無理な人は、うん、いや構うなよ。で誕生日ぐらいいいじゃん。俺ね誕生日配信結構俺行っちゃうかな、うん、なんかよくわかんない配信者でも行っちゃう、結構絡みがなくても、うん、嬉しいもんだよおめでとうって言われると。うん、いやお祝いとかはしないけどね、うんうん、であと今月ね誕生日ブームでなんと